茶なんですけども、はい、こちらも視聴者さんにいただきました。日本災害食に認定されているものですね。見てこれ、お水がいらなくてそのまま食べれるっていうことです。お水使わないって大きいですよね。でね、これね、前菜ってご飯じゃなくておやつじゃないのっていうちょっとグレーゾーンだと思うんですけども、実際に被災地を話を聞いた時に感じたのが、まず防災食は味が濃くて飽きちゃうっていうのを聞いてきたので、こういう味変もいいんじゃないかなと思います。これは本当にね、もうこの中に入ってるものに移すだけで出来上がるっていうすんごい簡単なものです。おすすめです。で、気になるこの一袋あたり 145g あたりの栄養成分表示ですが、熱量 262kcal、タンパク質 4.8g、脂質 4.5g、炭水化物 50.5g、食塩相当量 0.4g となっております。とりあえず作ってみましょう。はい、じゃあ作っていきます。と言うてもそんな大層なことしないんですけど。ああ、こんな感じでね、入ってますね。スプーンもちゃんとついてる。うん。で、この封を開けて、このおこげをこの中に入れればいいだけみたいです。せっかくなのでちょっと映える感じに器に移しますが、まあ、基本ね、なんかあった時って洗い物もめんどくさいし、そもそも洗う水の確保もできてないだろうから、これ袋でそのまま食べれるものって本当にいいですよね。結構ね、小豆がしっかり入ってる。いきまーす。はい、おこげいきまーす。これさ、ちょっと年配の方は力いるかもしれない、切るのに。あとこれ入ってるからそのままザーっていかないようにしないと。おこげね、一粒いい、ちょっと手に取って見て、このサイズ可愛いんだけど、ちょっと一個このままいただきます。ああ、うんうん、あのね、塩使ってる。これ、はい、これで一品出来上がりでーす。前菜でーす。はい、こちら水でそのまま作れるお茶なんですけども、今回話を聞いて大切だなと思ったのが、水とお茶って感じました。結構耳にしたのが、甘いジュースはあるんだけどもお茶とかがないっていうことだったんですね。で、まあ、水さえあれば作れるお茶なので、これ一つあるとすごく便利だと思います。で、ちなみに今回はこの緑茶を買ってきたんですけれども、麦茶とかノンカフェインのものもありました。ノンカフェインのものがね、いい人はそういうのもあるのでおすすめしたいと思います。で、気になるこちら、一袋あたり 40g 入ってるんですけども、まあ、ティースプーン一杯分あたりの栄養成分表示。ティースプーン1杯だいたいね 0.8g らしいです。で、エネルギーが 3kcal、 タンパク質が 0.1g、 脂質 0.006g、 炭水化物 0.6g、 糖質 0.6g、 植物繊維 0g、 食塩相当量 0.005g ということですね。飲んでみましょう。はい、玉露入り宇治抹茶入り緑茶でございます。開けます。これあれ、これさ取っちゃうとさ、水にも溶ける粉末タイプっていうのがゴミになっちゃうんだね。もっとこれ堂々と水にも溶けるってあったらいいのにね。まあ、作りましょう。作りましょうって言ってもパッてしてトポトポってするだけなんだけどさ。はい、緑茶色でーす。
ちゃ濃いね。いいね。すごい香りがいい。これいいじゃん、夏にも冬にも普段使いに。はい、ではぜんざい、はい、実食いただきまーす。いただきます。どんな感じだろう。こんな感じですね、うん、いただきます。うん、そう、うん、ほい、あのね、すくうとこんなにこう、うん、あんこも出てくるんですよ。まだ小豆が多い。小豆のホクホクっとした食感とお焦げのカリっていうのと、今しんなりしてるじゃない、まあがいい感じに口の中のアクセントになって、うん、いいと思う。さっきむっちゃんこのおこげだけ食べて塩味をすごく感じたと思うけど、うん、実際このぜんざいになってどう？塩味は。さっきの塩味があるからやっぱあんこが甘く感じるのかなっていうのもあるし、あ、バランス良くなるよね。あ、そういうことか。うん、あのね、これこしあんバージョンも作ってほしい。あ、こしあん好きとしては。うんうん。でも結構おこげのシャクシャクが残ってるね。うんうんうん。防災食っていうとさ、やっぱ美味しくないイメージがあったんだけど。なんだろうな。多分。全然いける。味に疲れてきちゃうと思うんだよね。防災食って多分。例えばカップラーメンがいっぱいあったりとか、乾パンだったりとかっていう時に、なんかちょっと優しい味のものが欲しいっていう時には、とってもこれ、うん、あの味の気分転換として本当にあのマッチするんじゃないかな。うん、またお茶と合いますよ。へえ。あ、もうそうだね。美味しいもんですな。うん。防災食レベル高い。うん。まあ今こうレベル高いんだけど、今環境がいいところで防災食を食べて美味しいと思うけど、やっぱ追い込まれた状況になった時にその防災食を食べてホッとすることができるのか、どうなのかっていうところが鍵だと思うんだけど、多分防災食、僕の中のイメージはしょっぱいものが多いところに、この甘みというのはすごいキーポイントで大事な一つなのかなと、うん、思う。なんかそう、大変な時にこんなおやつとか甘いものを贅沢だって言うかもしれないけど、うん、やっぱ実際にこの間千葉に行ってきて感じたのが、あのカロリーメイトとかのクッキーのポソポソしてる系だと、本当高齢者だと喉に引っかかってっていうのが心配っていう話も聞いてきたので、うん、これだったら、そうね、うん、あの昔ながらのおばちゃん、おじいちゃんたち食べてる味と多分あんまり変わらないんじゃないかなっていう気もするし、うん、慣れ親しんでる味をちょっと疲れを癒すっていうのもあって、うん、ちょっとしょっぱいのから甘いのにっていうのもいいきっかけのタイミングで食べることができるんじゃないかな、うんうん、防災食のちょっと一役をちょっと違うと角度からこう攻めたものなんだなっていうのは思いました、うん。そう、水もいらない、はい、お湯もいらない、器もいらなくて、あのパウチされてたものにそのまま移してすぐ食べられるっていうものなので、タブーとかそうで食べれるからね、うん、手軽さがもう100点満点。うんうんうん、うん、そうだね。
一手間もいらないぐらいの手間だった、うん、そうだね、移すだけっていう、はい、美味しくいただきました、はい、ごちそうさまでした。